ラホヤのイリエ・ラホヤはアメリカ合衆国カリフォルニア州サンディエゴ市北部の地区。海岸と丘陵のあるリゾート地として、また高級住宅地として有名。カリフォルニア大学サンディエゴ校やいくつかの研究所のある学術都市としても知られる。人口4万2000人ほどで有名人や資産家の邸宅が多い。知名度の高さから独立の市と誤解されることが多いが、 サンディエゴ市の一部である。中心部には、ホテル、高級レストラン、宝飾店などがある。海岸では、海水浴、またサーフィンや水泳、ダイビングなどのマリンスポーツが盛ん。ラホーヤという地名はスペイン語起源ということになっているが、実際には明らかでない。先住民の言葉で、山を意味するウォッホルが生まったものともいい、あるいは船乗りの掛け声アホイアホイによるとの説も、ある。 2009年には平均住宅価格が同じカリフォルニア州のビバリーヒルズを抜いて全米一になった。スポーツ、ありがとうございます。